スーパーエッセンス、まずはポールポジションを獲得をいたしましたのはゼッケンナンバー13番です、アッシュ早川博士。そして2番手からのスタートはゼッケンナンバー1番ティームブルート高垣哲也。2列目3番手からのスタートがゼッケンナンバー6番アッシュ AKA マリリン農園渡部博樹。4番手スタートがゼッケンナンバー30番ですティーム平野江藤秀樹。そして5番手からがゼッケン10番アッシュ渡辺亮。6番手スタートがゼッケンナンバー5番アッシュ江崎明彦。7番手からのスタートがゼッケン93番の前回ウィナードライバー近藤レーシング大場エリカ。8番手からはゼッケン2番の臼井学。9番手の久津田11、10番手には北野伸孝、11番手からは秋山拓郎、12番手和合俊治、13番手高井正信、14番手の小野敦夫、15番手には林博之、そして16番手林幹彦という16体です。さあ1台1コーナー手前でマシンストップとなっているか、かからないか。林幹彦でしょうか。今日1日タイムトライアルトップタイムをマークいたしましたが、ペナルティーにより予選は最高にスタート、しかしその予選スタートを切ることができずにストップ。この決勝レースでも隊列に加わっていくことができません。さあ2コーナー手前ですが、ようやく今エンジンかかってきたか。さあしかし高垣を先頭に1周ホームアップを出てきました。さあ今その林幹彦の後ろにポール早川が迫ってきております。さあしかしまだ2コーナーではイエローが出ております。2コーナーでイエローが出ておりますので、何かアクシデントが発生しているんでしょうか。さあ今情報が入ってまいりましたが、タイヤが外れているマシンもあるという情報が入ってまいりました。さあちょっとゼッケンナンバーまでは確認が取れませんが、タイヤが外れてもうすでにストップをしているでしょうか。ゼッケン26番の林博之のマシンのタイヤが外れてしまっているということで、後方15番手16番手スタートのダブル林が早くもトラブル発生です。さあ早くもフロントローがホームストレートへと差し掛かってきました。早川対高垣、さあこの両者からのイエローラインスタートが切られていきません。まだスタートが切られません。もう一周のローリング、シグナルは消えずもう一周のローリングとなりました。ここは2番手スタート、ゼッケン1番の高垣が早めに加速をしてしまったということで、高垣に白黒の警告が出されていきます。林幹彦は隊列に加わることができません。まだ遅れを取っています。さあバックストレートではゼッケン1番2番手スタートの高垣に対して今白黒が出されました。警告が出されました。隊列がホームストレート白線誘導ラインへと差し掛かってきます。早川対高垣のフロントローから今度は綺麗にスタートが切られていく。ブラックアウト。さあ
まずは1コーナーは早川、そして小林がしっかりとポジションキープからキーを伺っていくが、早川がまずはこの高松を抑え込んでいく。そして3番手には渡部、ポジションキープ。4番手争いは横並び、4番手は横並び、渡部亮と江藤秀樹が横で並んでいます。江藤がインサイド、さらにその渡部の横に江崎もポジションに並びかけようかというような動きからラインをクロスさせてタコツボの折り返し、ここで渡部が前に出ていく。しかし渡部も横に並んでいく。ここはアッシュで3人が並んでいます。渡部、江崎、そして薄井が5番手争いというような状況でしょうか。まずは幸先よくゴールから出ていきました早川がラップリーダーで帰ってきそうです。まずはホールショットの早川博士を先頭に高垣、渡部、そして江藤、5番手には江崎が上がってきました。6番手渡辺、7番手薄井、8番手に秋山、そして大場以下は現在9番手です。その大場エリカが5コーナーのブレーキング、ここで秋山のインに飛び込んでいきました。前回リーダーの大場がポジションを上げていきます。これで2周目を終えて3周目と入っていきます。この2周目はトップ早川のペースを上回って2番手高垣が近づいてきました。今回486、さらに高垣からは今回2秒差で3番手の渡部と先頭集団が3台グループを組んできます。そして4番手の江藤が徐々に単独走行になる中、5番手江崎、6番手渡辺、7番手の薄井、8番手の大賀恵里香というあたりがグループになっていく。さあ11コーナー、今度はここで大賀がインに飛び込んでいくが、薄井をかわせるか。さあアウトから12コーナー立ち上がり、アウトからかわしてきました。さあこれで薄井をかわして大賀がさらにポジションを上げてくる。7番手へと上がってまいりました。8周目の間に割って入ってきました大賀。一方トップ争いに目を戻していきますと、2番手高垣を捉えまして、ここで渡部が2番手へと上がってきています。今シーズンここまでは大場エリカとともにシリーズランキングリーダータイに並んでおります渡部。さあ大場が現在は7番手と、後ろにいる中、さあ渡部が2番手とさらにポジションを上げてくる。あとは早川1人という状況になってきます。一方大場エリカですが、予選ヒートまではなかなかこのレインコンディションのセットが合わず苦しんでおりましたが、この決勝レースは着実にポジションを上げてきました。さらにまた渡辺をかわしまして、江崎を今捉えようとホームストレート、さあ並んできました。アッシュで3選手を一気にパスをしていく大場エリカがこれで5番手まで上がってきます。7番手スタートの大場エリカがここでアッシュ勢をかわしまして5番手までポジションを巻き返してきます。もうタイムモニターを見ていくと4周目2番手へと上がりました。渡部博樹がここまでのファーストスラップ9秒583をマークしています。これは現在トップ早川よりもコンマ4秒近く、ペースを上回っています。さあその勢いでトップ早川との距離を
コンマ4秒からコンマ3秒と少しまた縮めてきました。さあその勢いで2コーナー一気に飛び込んでいく。横並び状態の2コーナーから3コーナー、しかしまだここはかわせないか。その間に高垣が後ろ近づいてきたか。トップ3セカンドグループ4番手争いも面白くなってきそうだ。先ほどまでは江藤が単独でしたが大場が近づいてきました。いやこれ薄井です。薄井が近づいてきました。再び大場エリカをかわして5番手に上がってきました薄井。その薄井が今度は江藤秀樹を狙っています。セカンドグループ4番手争い、江藤、薄井、その後ろが大場、そして渡辺がいて江崎というこの5台のパック。さあ薄井が1コーナー、遠藤を捉えた。6周終了、7周目の1コーナー、ここで薄井が再びまた前に上がってきますが、上空からの雨足がまた強まってきます。さあそして5コーナーで遠藤がちょっとラインを外してしまったところ、ここで大場と渡辺が江藤に襲いかかる。さらに鎖国語の折り返しでは江崎も飛び込んできました。さあこれは5コーナーのミスが命取り、江藤秀樹が大きくポジションを落とします。現在これで7周目を間もなく終えて8周目と入ろうかというタイミングですが、また雨足が強まってきています。4番手の薄井、5番手大場、6番手渡辺、7番手の江崎、8番手江藤、9番手には全県49番北野富高、北野が9番手、和合が10番手、そして久田と秋山達郎がコンマ1秒差での、ここは11番手争いという状況。残り5周となります。チェッカーまで残り5周、雨は本気のまま、もっと言うか状況的には強まっている一方ではあります。このコンディションで再びまたトップ争いが近づいていけるか。さあ周りが1分台というラップの中、ここで4番手薄井が、1人59秒台と1分を切って、ラップをしています。さあ周りが、ペースが少し落ちる中、4番手の薄井のみ1人1分を切ってラップを重ねています。徐々にその薄井がこの4コーナーでハイドロー踏み取ったか。3番手の高垣に近づこうかという薄井。なんとウォータースクリーンが激しく上がる中、江崎と渡辺亮のバトルも続いています。ここは6番手争い、再びコース上の水もだいぶ増してまいりました。レインタイヤによる排水が間に合わなければハイドロ現象というような状況に乗ってしまいます。先頭集団ですが、トップ3からそこに薄井も加わってきました。先頭集団がこれで4台になります。4台で膨れ上がってまいりました。依然変わらずラップリーダー早川を先頭に渡部、高垣、そこに薄井も加わってきます。一人勢いがいいのは後ろから迫ってくる薄井。さあラインを変えてきた。バックストレートの入り口、水が溜まっているところではありますが、ここで一気に高垣をパス。これで薄井が3番手に上がる。そして11コーナー先ではトップの早川ですら11コーナーを追加すると大きなウォータースクリーンがフロントから湧き上がります。
フロントタイヤから巻き上がるこの水しぶき。いよいよレースは残り2周。各コーナーのグリップの乗りはだいぶ水も溜まってきています。渡部の横に3番手薄いが並びかけようか。さあ薄いの逆襲、2番手渡部を捉えるか。この後トップ早川が帰ってこればファイナルラップを迎えます。この早川は後ろ渡部との間隔を少し広げてきました。さあファイナルラップに入っていくあたり、ここで手元計測約1秒4のギャップを築いて、久しぶりの優勝に向けて早川博士ファイナルラップに入ります。なかなか新しいマシンを乗りこなしていく。あーっとコーナー先で2台のマシンがコースアウト。さあちょっと話が逸れてしまいましたが、このマシンを慣れたかった早川、ようやく慣れてきたとスタート前に話しておりましたが、いよいよその早川、このフレームでの初優勝に向けてファイナルラップに入っています。1コーナーでは2台のマシンがコースアウトを生かしておりますが、リスタートは増えそうです。2番手渡部、3番手の薄井、4番手に高垣、5番手渡辺。久しぶりの優勝をかみしめるように最終コーナーから立ち上がってきました。早川博士、右手を突き刺してトップチェッカーを迎えます。2番手渡部、3番手の薄井と表彰台を獲得。4番手には高垣、5番手渡部、6番手に北野、7番手と8番手和合、9番手に靴田、10番手に秋山達夫、林幸彦はこの決勝レースポジションを巻き返しまして11番手での結果となりました。大場エリカは12番手と中盤から終盤ポジションを落としての結果になってしまいました。小野敦夫、そして笠井正信、江崎昭彦とチェッカーを迎えていきます。